っとぶり。今回も三国志14実況していきたいと思います。前回はついに内政の日々から解放され、師匠から南海を奪ったところまで、ついに戦いの日々が始まったよ。ただこうなるとタイトルの外交がおろそかになるというか、忘れ去られそうな感じがするんだよな。そうならないよ。全力で外交していく所存。じゃあ南海を奪い勢いに乗る王老軍、頑張っていこう。ほんとどうでもいいことなんだけど、海警の兵がパチパチパチだったよ。確かにどうでもいいけど、何かいいことがありそうな感じがする。そして忘れないようノルマをこなすべく外交を。どこに行くの？神前に向かうのは劉備。師匠撃破後を見越して早めに遊戯を結んでおくよ。師匠後は有料か孫策だから隣接しなくもないか。今の王老軍は複数の相手と戦えるだけの戦力はないからね。できる限り外交で敵を少なくしていかなきゃ。で、次の相手候補の有料はいきなり兵力が増大してるんだよね。だいたい2万以上は詰まってる。調査の兵力も3万に迫るほどになってるので、慶応の守備も考えなきゃない状況だよ。目的が防衛だったらいいけど、進行ならやばいな。公私公約のために兵を出したいけど、兵糧不足。建安から送ろうとしたけど兵がいないため送れないので、手間だけど海警から一度送り、その後南海へ輸送することに。兵が少ないとはいえ、全力出撃はダメなんだな。すぐに後ろから送ればよかったんだけど、久しぶりの戦争ですっかり忘れてたよ。輸送は時間かかるから効率的に行かなきゃな。おや、流用が孫策の露光を攻めてるねー。と、ここで王老様の外交。問題なく成功。今ここあたりが一番激しい気がする。受信が三勢力の係争地になってるからねー。使者が到着しました。今度は有用から使者が。神前なら無条件受け取り。有突輸送隊がもうじき到着しそう。それにしても遅い。山道だからねー。やっと到着。すぐに剣安から南海へ輸送隊を出すよ。ここからも遠いからな。着くのが78日ごとか。街道だけならいいけど、山道とかあるからねー。そう思うと、北伐とか地獄だったんだろうな。戦う方もだけど輸送隊もね。内政が進まない原白雇用で賊が発生。こっち来なきゃ必殺放棄かな。そうだねー、兵出すの面倒くさいしねー。一つは原白雇側に向かったなー。検定ってことは、曹操が長安を手に入れただろうねー。何度か攻めてたけどようやくといった感じかな。曹操は東西に敵を抱えた状況だけど、大丈夫かな。まあ、王老軍ごときに心配されるほどやわじゃないと思うけどねー。それは、まあ、そうだよな。心配は曹操一強にならないことだねー。人流も落ちそうだし、一強になりそうで怖いなー。順調に外交成分を補充中。忙しくなると忘れちゃうからねー。どこかが滅亡。よっか。曹操の攻撃に耐えきれなかったようだね。原白虎初の続投に奪われたので倒しに行くことに。途中くらいしかいないか。砲炎と長打のコンビは流行ってるの。戦闘要員じゃないとこんなもんなのかな。仕方ないからまだ戦える長打で続退
出陣です。やっと途中が賊と接触。邪魔をするなら。あっさり撃破。お呼びでしょうか。占領するのは愛だけにしようかと思ったけど、原白湖じゃ収められそうにないので隣の地域も確保することに。かしこまりました。流用が機嫌悪くしなきゃいいけどな。ようやく輸送隊が到着し、公私公約に着手することに。メンバーは前回と一緒。護送の精乱に魅力を感じるけど、変更なしでいい。兵力は全力、陣形も前回と一緒でいくよ。少しくらい兵残さなくていいの。ここを落としたら安全になるし、霊陽攻略は慶陽から出すだろうから問題なし。集金の陣形に悩むけど、今回は奉仕で。地域を占領しつつ。遠いな。兵器部隊が90日近くかかる。移動がお仕事だね。ついてこい。勢いに乗る孫策が劉備の攻領を攻めてるね。劉備が押されると良くないような。孫策が伸びると危険ではあるね。樹春に曹操軍が来てる。また小粒な編成だけど、樹春攻めをするようだね。ここ落とされたら紅葉攻めどころじゃないな。面白い三つどもえになってるね。小さな範囲で三国定立してる感じ。勢力では曹操が抜き出てるところも史実通りかな。孫策対曹操を見てたいけど、反輪が迎撃に出てきたよ。兵は4500程度、問題ないんじゃない。集金と一騎打ち。何この微妙な戦い。かかってきやがれ。集金が分散スタイル。やばい予感か。ダメージ量が全然違う。安全は敗北。が激落ちした。これはまだいけるかな。ここでまた三越族を発見。今度は一発投用。一発投用が嬉しくないくらい戦況が芳しくないね。でも反輪は残り戦倒せるでしょ。で、ここでまた集金と一騎打ちとか。前回で怪我してる上に。来やがれ。いざ尋常に勝負です。体力か。勝てる確率がなかったよな。集金隊が壊滅。5000以上残して壊滅とか。これかなりヤバいんじゃない。新加入した三越の悲惨を見つつ少し落ち着こう。いやいや、これ見て落ち着ける人いないよ。ショックのあまり反輪撃破を取り忘れる不始末。集金壊滅にショックを受けて休憩したのが失敗だったな。でも公園だけど新しい部隊が出てきてるけど。陣建設するだけかな。なら壊せばいいだけだし問題ないか。前進したということは戦うことになるか。不本隊は諸事情で遅れてるけど、ガサイならなんとかしてくれるはず。方円、硬い。よし、前方がしたおかげで有利になるはず。ここで霊陽で反乱起こすとか。これはどうなの。判断ができないね。まずは目の前の敵を倒すことに集中しよう。行くぞ。戦い的には優勢に進んでる感じ。不本が来てくれれば撃退はできそうだね。よし、不本隊が到着。
ここでガサイが冷やを受ける。地味に家計ダメージが痛い。無本の戦法も炸裂、なんとかなるわず。いいところで劉備の使者。劉備から同盟提案。断る理由がないので受けるよ。今は同盟より公私公約戦。容赦するな。使者のことを言いたいけど、ここで有用がお亡くなり。何もなきゃいいけどなぁ。力逃げれずがサイがピンチ。敵は撃破。このまま城攻めは無理なので撤退するよ。じゃあ、ガサイが壊滅。もうね、言葉が出ないよ。というところで今回はここまで。楽勝と思ってた公私公約に大敗。もう立ち直れないかもしれない。敗因は何個かあると思うけど、初心に帰るべきぜ。初心、もう昔のことは忘れたよ。曹操初期の頃は工場兵器一大体制だったと思う。余裕が出てきたら二大体制にして、城攻め自体は早くなった感じはしたけど、あれはあれで、ほぼ勢力が固まったところでだったと思う。そうだね、初期は野戦兵の対応を考えて、工場兵器は利点体だけだったね。慢心してたよ。まだまだ王老軍は弱い。じゃあ、楽勝と思われた公私公約に失敗し失意のどん底にある王老軍の次回を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。